お疲れ様ですでは週間まとめの方に入ろうかと思います32週の振り返りなんですけどもただいま8月12日、えー、午前4時土曜日でございます介入の警戒水域に今入ってますねそこに至るまでにこの右肩上がりのトレンドぐっとね今週はトレンドでした32週ってのはまあ、言うまでもなく倍で勝ち続けるトレンドまあ、そこにネックラインがたまにかかってきたってことになりますね で慎重に行く方はこのネックラインを超えた時にエントリーしていくっていう形を取れば、まあ、リスクを少なく利益を取っていけたと思うんですけどもただね今週145円から152円の警戒水域のうち145円の方にもう差し掛かってしまったんですよこれが金曜日に起きたことですで木曜日の夜には材料がありましたんで一旦ポジションを抜いたということになりますけども材料があった瞬間っていうのはこのヒゲに出てますね これが木曜日の夜にあることで、ここはポジションを抜いておられたんじゃないかなと思います。それまでは、買い一辺倒で利益を積み上げていく。そして金曜日もね、あの放送の方はできませんでしたけども、145円までは、買いで進めていくということで、145円になると、 例のね特殊レンジっていう概念がまた呼び起こされることだと思います前回は145円で口先介入が入って137円まで価格が下がったっていう経緯がありますんでねそこから再び145円の方まで来たっていうこととあと急速に145円まで来ましたね、まあ、ですんで土日が終わって月曜日あたりにまた官房長官からの発表があるんではなかろうかというふうな気がしますはいそれはまだ分かりませんけどねあそんな形でそこまで進んできましたちょっと冷やしの方を見ていきましょう こちらが冷やしなんですけどもご覧のようにね、えー、1日目2日目3日目4日目5日と都合月火水木金の5日間全部陽線でしたねでこの陽線が出てない間今週が始まった時っていうのはこの陰線が2つしかなかったわけですけどもまあ私はねこの陰線の後に続くのは陽線だということをお話ししました少なくともここまでいくだろうと あと、ここを超えるかどうかってことに関しましては分からなかったんですけども、結局、結果的に超えて、こちらの特殊レンジのある警戒水域まで一気に来たってことですよね、えー。そういった形でもうとんでもない5日間を過ごしてきたってことになります。はい。で、上昇トレンドが、すいません。上昇トレンドがここにあるよってことですよね。まあ、言ってみればこれが今週のまとめなんですけども、今回はファンダメンタルについてね、33週目のことを見ておこうかと思いますんで、お付き合いください。 はい、じゃあ33週目。私たちがこれから向かう33週目はどんなファンダメンタルがあるんでしょうか。まずは、えー、っと、金曜日が終わって、週が明けて14日、33週目の月曜日ですけども、これ1個だけです。ですんで、何もないと言ってもいいですねで。火曜日は朝からありますよ。結構大きく揺れますんで、これによって145円の水域が、さらにね、加速して円安の方向に上の方に向かうのか、それとも、沈静化して、 円高ののの方にに向かかかって、ね、介入の警戒から離れるのかっていうところが一つ想定になりますですので火曜日は午前中しっかりと見るという時間に、えー、特化したいと思いますそういう意味では、ね、月曜日の方がまだ簡単にテクニカルを使うことができると思いますねで火曜日引き続きなんですけどもお昼はまあまあ13時半は特に気にしなくていいでしょう その後夜やっぱりえありますね。アメリカの方が21時30分から立て続けに入っております。えー、大きいだけでも2件あって、その後に23時頃にえ3つ連続して続きます。ですので火曜日は午前中しっかりと相場を見ること。そしてえと19時あたりにはもうポジションを抜くことですね。はい、そして水曜日ですけども、ニュージーランドで大きな動きがありますけども、ここはまあ気にしないでおきましょう。で、水曜日。 まあ夜アメリカがあるかなってところですよね。特にこの FOMC は要注意でございます。これは現実的には木曜日の午前3時ってことになりますね。しかしその1時間2時間前から大きく見られる動きってのが今まで散見されてますんで、まあ、深夜はねまた私の方も3時とか4時に解説しますけども、まあ、おそらく落ち着いてからしかこの日の木曜日の トライができないと思いますんで、8時50分の日本の材料も束になってますんで、やっぱり午前中はしっかりと観察することになりそうですね。で、木曜日の夜も多少動きがあるという形でございます。はい、そして金曜日ですけども、朝から CPI があります。これも大きく動きます。はいまあ、こうして見るとわかるように、33週目ってのはかなり材料に翻弄される週ってことになりますね。うん、はい、以上ですか。 それぞれ忘れないように、材料のあるときはポジションを抜く。そして、えー、まあ、観察してもいいんですけども、まあ、基本的にはね、テクニカルを一生懸命やろうとするときには、ファンダメンタルの要素が濃いときってのは、自分のフィールドではないなと思って、まあ、離れていただいても結構ですんでね、えー、効果的に休憩をとってください。えー、それでは、今回は以上です。33週目の展望、材料からでした。